カル、トイ、リュウガ、シノ、アセタ、イブキ、メタオ、今回は MBTI 診断。バン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 。これ分かったね。バンバンバン。これ分かったっしょ。ギリギリ。これ分かったっしょ。今回はですね、なんか巷で流行りというかの MBTI 診断というのをメンバーそれぞれでやってもらって、各々丸裸にしていこう。イエイ。という企画でございます、韓国とかだと就職の面接とかでも使ったりとかしてるぐらい、ガチかよ。海外はもう MBTI がめっちゃ重要なあれツールになってる感じらしいです。よく言うのがさ、周りの環境とかで変わるっていうこと。いや変わるらしい。これ一個ずつみんなで一緒にやっていきますか。いきます。進めつつということで、スケープゴートいきますか。1つ目、定期的に新しい友達を作る。はい、同意するか同意しないかですね。入れた。7段階、いっぱいあるよね。7段階、なんかこの真ん中に入れるのあんまり真ん中ってずるいよ。なんかよくないらしいよこれ。真ん中やめよ。真ん中に入れるのできるだけ避けよう。よくないらしいですこれ。じゃあ2つ目、さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。これあれやな、だから好奇心旺盛かどうかじゃない。いくよ、3つ目。他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。どう？ない。なさそう。そうじゃないですか。すっげー冷たい目で。じゃあ、これ4つ目、代替案の代替案を考えることが多い。どういうこと？保険作るかどうかじゃない。これがダメだったら次こうするかみたいな。そう。次、大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。緊張に強いかどうか。いいですか、次いきますよ。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知ってる人と話すことが多いですか。場によるマジでね。仕事だったら喋る。そういうことじゃない。あ、仕事の意味もうやと思うよ。いきますか、次。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。フリーで1個終わったら次のフリーでに行くみたいな。そうだ、1個振り返してから次入れたい。で2個同時並行とか。次、自分はとても感傷的。何それ。何感情に動かされやすく涙もろい。ほら、感動しやすいかどうかみたいな、そういう話。もうお涙ちょうだい系弱いか。え、弱くね。弱い。あんまり感情がない。次、予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。いいですか、入れた。はい、次いくよ。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。直感。いや自分ね、結構疑っちゃうからこれ。え、いや他の人の振りとか見て、いやこれ合ってんのかなとかなると。え、先生行くか。いやいやいや、はい、あ、そういうのやめようって。怪しい。いや自分結構なるから。いや、じゃあそんな人間ができないから。いや自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。なんか対バンでかぶった演者さんとかに話しかけられるのか。次いきます。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。これ映画とか映画とか見た時にあれどういうことやったんみたいな話し合うのが好きかと思って。あ、これ興味がないに同意したら興味ない。そう、自分の心より自分の頭に従うことが多い。はい、感情的か理性的かみたいな。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。 Yes。 次、会う人に印象、好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。え、人による。これシノ悩まないよね。だってこの間ラーメン屋ですいません通りますって後ろ通ってたら、いいっすよ。だからこれもさ、だから今見てくれてるみんなに対して。え、そんなんさ、そんなん一個しかないじゃんね。いや、分からんよ、でも。いや、俺は俺で行くからついてこいよっていうタイプの人もいるやん、絶対。次いきます。グループで何かをするのが好き。仕事でもいいし、遊びでもいいし。次いきます。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。エンディング、誰が見ても分かるな、理解できるなっていう作品の方が好きか、人によって解釈が分かれる作品が好き。 OK ですか。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。オタクになれるかどうかって話だね。
これで3ページ目終わりました。スケープゴート、最後ラスト、物事はうまくいくだろうと自信がある、イエスかノーか。じゃあ押す。はい、じゃあせいぜい選んで結果押してください。せーの、ポチー。やばい、これ見たくないって、これやばい。自分も変わんないわこれだと。あ、変わってるよ。じゃあ光るから、こういこっか、ジグザグに。オッケー。光るは自分 INTP。 INTP 論理学者。論理学者は想像力に声がちっちゃい。発明家で無限の知識欲があります。むっつりスケベってことですね。そういうことね、そういうこと言えるんですね。わかりやすく言うとね、そういうことですね。光るはむっつりスケベです。俺もね、変わんなかった。ENTPA ですね。討論者。討論者は好奇心旺盛で柔軟に物事を考える上に知的な難題が大好きです。がっつりスケベですね。そういうことです。自分は ENFJA。 はい、主人公。だはははは、絶対分かってない。楽観主義者として周囲をインスパイアし、自分が正しいと思うことをすぐさま実行します。周囲はインスパイアされてないけど。インスパイア難しいよね。けど戻ったよかった。続いて、いいぶきくんは INTP の T。 おー、ヒカルと一緒の、うん、A か T かみたいな話か。違う、論理学者です。おー、ってことは一緒。むつり、むつりやん。むつり、むつりスケベ。リュウガは INTP の T。 INTP。 うそだ。え、同じ。同じ。あ、このグループむつりしかおらんやないか。一緒、絶対わからないで答え。いや、分かって、すべて折り返してやったよ。嘘つけよ。おかしな話。じゃあ、やっぱここはなんか一緒なんだ。ね、なんか通ずるものがある、ね、ということですよね。アスタンは運動家。運動家、ENFPT。これ変わってないわ。これだった、前も。え、それはどういう。運動家は熱にあふれる性分の持ち主で、クリエイティブかつ自由奔放で社交的です。笑顔になる理由をいつでも見つけられます。確かに、だいたい笑ってるもんね。うん、だいたいね。確かに。僕は変わりました。何ですか。巨匠。巨匠。やばすぎ、巨匠。ISTP の T。巨匠は独創的かつ現実的です。新しいことを試すのが大好きで、どんなツールでも使いこなせます。ああ。めっちゃ。あれだな。なんかあれやね、一番スケベやね。いや、何でもできるよって人だね、やっぱ。ヒカルが巨匠やったじゃん、前。そう、いや、巨匠からムッツリになったんだね。いや、それもムッツリやスケープゴートということだったんですけど、なんかこれ、あれね、相性とかもあるみたいですね、うん、MBTI ごとに。はい、それもなんか、何、サイトあるっぽいんで。じゃあ、なんか一番人数多かったし、INTP のタイプ相性、理想的なペア、俺と龍河と光のあれは、自分の主張を理解してくれて論理的な議論や討論ができる人、うん、だからこっちが主導権握りたいタイプ。どちらかというとなんか言うこと聞いてくれる人がいいらしい。だからでもあれ多分言うこと聞いてくれてもはいはい言うんじゃなくてちゃんと話し合える人がいいみたいな。でもちょっとだるいタイプ。INTP と対立しやすいペア。対立しがちなのは自分の考えや立場が違うというだけで攻撃してくる人や、論理的な考察がほとんどできない人。多分バカがダメ。トイクいいな。論理的じゃなく楽観的じゃん彼は。だから多分本当に本当に多分この3人は支配されたくない人たち。でも恋愛とは違う。恋愛は別なの。違う、アイディアを出し合って盛り上げ出る相手や自分の弱点を補える相手、うん、すごいだから支えてくれる人が好きだと思う。え、じゃあ他のメンバーは。他のメンバー、俺は理想的なペアはお前なんだっけ。人付き合いがよく他人の気持ちを分かってあげられたり他者を尊敬できる人がいいらしくて。 ENFP、 ENFJ、ENFJ、うん、対立しやすいペアは他者への敬意を払わなかったり尊重せず
社会への見方が違い、社会問題に対して無関心な人。ダメだ、俺トイと対立しやすい。俺も相性悪いわ。理想的なペア、 ISTJ、ENTP、ISFP。 それしな、はい、恋愛の相性がいいペア、 ESTP、ENTP、ENFJ。 俺やん、ちょっとこのサイト間違ってる。おかしいおかしい、おかしい。ISTP でシノと恋愛の相性がいいのは、世渡り上手な人や困難な状況であってもどこか安心させてくれる人です。どれだったっけ。嫌な気がする。で、アスタンの ENFP、 ENFP、 ENFP のアゼタンと相性がいいペアは、理想的な世界観を分かち合えたり、思いついた画期的なアイデアを理解してくれて、困難な状況下でもどこか安心させてくれるのが難しいな。やってるよ。あ、そう。あ、そうかい。それが ENFJ。 トイさん、 INTP、 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 INTP。 ここのみんな相性いいね。 ENFP と ISTP 相性いいって。誰？シノとアーセ君。これでも相性いいよ、実際。あ、そうだ。どこに書いてる。スケープゴート。こんなに問題あってさ、全然変わらないのすごくない？確かに。でも多分これ変わりやすい人、変わりにくい人いると思う、絶対。うん、染まりやすいかどうかも。うん、でも内向的な人はちゃんと内向的だと思う。この意外に龍我も愛だけど、多分オタクはさ、絶対さ、みたいな思ってるだろうけど、確かに他人と喋んないよね。喋んないんだ。日本犬みたい。日本犬。うん、心開くまで。ああ、心開くまで確かにめっちゃ時間かかると思う。光は言わずもがな愛で。でもイーも分かりやすくない？結構イーが何？この3人でしょ。近イーは何？外交が。あ、みんなの MBTI がね、何だったかもぜひコメント欄で書いてもらって、僕たちと相性いいかどうか、はい、でもやだ、相性悪くても男やめないで。試してみてくださいということで、はい、この動画が面白いと思っとる。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。はい、以上、僕たちがせーのスケープゴートでした。バイバイ。